はい、どうも皆さんこんにちは。フォトグラファーの岸真由です。今回ライトルーム幻想講座入門編ということで、ステップ2、始めさせていただきたいと思います。前回の投稿からね、だいぶ時間が経って投稿も遅れてしまったんですけども、見てくださってる方ありがとうございます。本当にすみませんでした。遅くなってしまいました。この動画初めて見るよという方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。旅動画とか幻想講座を上げてますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。今回ステップ2ということで、ホワイトバランスを見てみようという内容になっております。ホワイトバランスね、カメラを始めたての方、シャッタースピード、ISO感度、絞り、これの次に大事になってくる4大要素の一つになっております。内容はちょっと長くなるかと思うんですが、ぜひ最後まで、見てくださると嬉しいです。それではライトルーム幻想講座ホワイトバランスを見てみよう、早速始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ライトルーム、ホワイトバランスを見てみようということでですね、ホワイトバランスどこにあるのかというと、ここにあります。この WB って書いてある部分がホワイトバランスになります。ホワイトバランス皆さん聞いたことありますかね。もちろん知ってるよっていう方も多いかと思うんですが、まず知らない方のために簡単に言いますと、白を白く見せるための設定になります。白を白く見せるためにどんな方法を使うかと言いますと、この色温度という、ものを使っていきます。色温度、というのはケルビン値という値で表示されるんですけども、実際の色温度はですね、低ければ低いほど暖色で、高ければ高いほど青、寒色ですね。低ければ低いほど赤とかオレンジとかの高い感じの暖色から、高ければ高いほど、冷たい青とか、そういった色になっていきます。で、今これですね、ライトルームの方では、ライトルームとかカメラの方ではですね、色温度低ければ低いほど青くなっていきます。で、高ければ高いほど赤くなっていきます。これさっき言ったのと逆じゃんって思う方もいらっしゃるかと思うんですが、逆なんです。そうなんです。ライトルームのとかカメラの場合は、現実のケルビン値を、反対の色温度でかぶせて打ち消し合って、色温度を設定する、ホワイトバランスを設定するという仕組みをとっています。なので、カメラとか、ライトルームではちょっとこの色温度っていうものが実際とは反対になってます。この色温度というものは、もう身近なところで言うと、あの照明、部屋の電気だったりとか、居酒屋とかね、カフェとかの電気だったりとか、街灯だったりとか、そういったものに使われてたり、太陽の光だとか発光するものすべてに、色温度というものがあります。で、このホワイトバランスの設定が何であるかというと、例えばですよ、あのカフェとかに行った時に友達とかと行ってね、あったかい感じの雰囲気の柔らかいいい感じのカフェだなって思って写真を撮ったりして見てみたら、なんかちょっと思ったのと違うなみたいな、あれなんか俺こんな風に見えてないのになみたいな感じになった経験をお持ちの方もいるかと思うんですが、それがですね、このホワイトバランスの設定を誤っているということが根本的な原因になっている方が多いなというふうに、見受けられます。で、このホワイトバランスですね、例えばそのさっきのカフェのあったかい感じというのは、照明の色温度はだいたい1800とか3200ぐらいまでの色温度の照明を使っていると。で、そこに例えばカメラのオートのホワイトバランスで撮影した際、このカメラ側でいう低い色温度をかぶせているわけですね。なんで、できるだけその赤い色を抑えて、現実の白い色をちゃんと白に映そうとするわけです。ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですが、その例えばカフェで白いコピー用紙を出したとしますね。で、そこにそのオレンジ色の光が当たった状態で自分が見てると、それはオレンジに見えると思います。もちろんそれが白だと分かった上で、それがオレンジに見えると思います。で、これが色温度の、からくりで、このコピー用紙を写真で撮ると、これを白にしようとするんですね、カメラ側が。で、これが、原因で、撮った時の写真が思ってた雰囲気と全然違う色になったりするということがあります。で、これは、ローで撮影した場合はですね、あのライトルーム取り込んでいただくと、ケルビン値自由に変更することができます。これが一番ローの強みじゃないかなと思います。で、これが、JPEG の場合はですね、色温度、設定が、再設定できないので、JPEG の時はですね、もう色温度をその場できっちりこう設定していただいて、撮影する必要があるというふうになります。で、初心者の入門期だと、あのホワイトバランスという項目はあるんですけど、ケルビン値の設定は、
できないカメラがほとんどかと思います、まあ、プロ機とか中級機とかね、エントリーモデル以外のカメラに関しては、ケルビン値で設定できるものが結構あるんですけども、初心者向けの入門機を使われている方はケルビン値で設定できないので、例えば太陽光を外で撮るときは太陽光のプリセットに設定して撮るとかいうふうな、設定も必要かなというふうに思います。はい、と長くなりましたが、ホワイトバランスの、この設定に移っていきたいと思います。で、まあ、ホワイトバランスね、ここ1レバー右に動かせば暖かくなって、左に動かせば青くなります。で、これを適正のものを、自分でこう目で見てもいいし、目で見て設定してもらうのも、一つあるんですが、これ前回のヒストグラムを見てみようという動画を見てくださった方だったら、ちょっとディスプレイの色大丈夫なっていうふうに思う方も出てくるのではないかと思うんですけど、まさにその通りですね。キャリブレーションをちゃんとしてないディスプレイになると、この色温度とかもちょっと曖昧な感じになってしまうので、キャリブレーションをしていないディスプレイをお使いの方はですね、このスポイト、あんまり自分は使わないんですけど結構便利なので、よかったら使ってみてください。で、このスポイトどうやって使うかっていうと、まあ適当にこうポチッと押せばというわけではありません、もちろん。はい、このスポイトね、グレーの部分を探して使います。で、ホワイトバランスを例えばその広告とかの現場で使うときは、グレースケールの紙とかを使ってホワイトバランスを取って、洋服の色とか背景の色とかにね気をつけながら、グレーの紙を使ってホワイトバランスを取るんですけども、そのグレーをですね、この写真の中で探していきたいと。もちろんない場合は、設定はもうちょっと目視でやっていただく必要があるんですけども、例えばこことかですね、 70% だいたい RGB が 70% ぐらいのところをポチッと取ると、はい、こんな感じで適正のホワイトバランスを得ることができます。で、まあ、ちょっとここから暖かくしたいなとか青くしたいなとか、そういったことを自分の、目で見て、もちろん設定するのもありかと思います。表現の一部として色の、色温度を上げたり下げたりすることも別にいいんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はい、まあ、で、この色かぶり補正っていうのはですね、例えば照明の色が肌に乗って、水銀のね照明とか使ってると、緑かぶりとかをするわけですね。緑、こういうふうに緑でかぶっちゃったりすることがあるんですよ、普通に撮った状態で。で、それをこうやって補正してあげると。これを今自然光で撮ってるんで、まあほぼないんですけど、ちょっと気になったりしたらこれで、色かぶりを補正していただくという形になります。はい、まあホワイトバランスざっくり説明しましたが、こんな感じです。内容的にはですね、結構簡単に説明したんですけど、これを失敗すると写真のクオリティがガクーンと下がってしまいます。逆にこれをうまくやるとすごいいい写真にステップアップできるので、今後気をつけてね、撮影してみてください。JPEG の方はもうホワイトバランスはしっかり撮らないと、後で補正できないので、RAW の方は後で補正できるのでしっかりね、はい、ホワイトバランス設定してみてください。はい、今回のまとめとして、ホワイトバランスとは、白を白く見せるための設定で、その中の色温度の設定があって、色温度は、ケルビン値という値で、表記されます。で、まあ、ケルビン値が低ければ低いほど暖色、高ければ高いほど寒色になります。カメラの方ではそれを打ち消し合うために、色温度、ケルビン値は低ければ低いほど青く、高ければ高いほど赤くなっています。まあ、注意点として、まあ、これは僕個人のお願いではあるんですが、人の肌の色を、できれば、忠実に再現した方が、綺麗な写真になるんじゃないかなというふうに思います。で、JPEG の方は、色温度を気をつけて撮影してください。適正の色温度で撮らないと後で、修正できません。RAWの方は後で修正もできますけども、できるだけね、現場でその写真をモデルさんに見せたりするときに、モチベーションを損なわないように適正のホワイトバランスで撮ってあげることが大事かなと思います。以上、ホワイトバランスの説明でした。わからないこととかあったらですね、ぜひコメント欄に、コメントをお願いします。追加の動画で解説するか、コメントで、返答させていただきますので、ぜひ、コメントの方でご質問をお願いいたします。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでもこの動画がですね、いいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本当皆さんのね、チャンネル登録とか高評価が励みになりますんで、よかったらよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。木島優でした。